撃。相手の効果が進化しの観客が戻ってきたか。ところが騒いできた。目をそらすなよ。ヒットエッジ。敵の命は疾風陣。外陣崩却。敵の防衛エッジだ。手応えあった。ダンバーさん、いい攻撃だ。今俺が抑える。エアスラそこ。この雰囲気を忘れるな。了解です。ダンバーさん、オナドの力だ。ダンバレット。ヘッドセッカー。あとはこいつだけよ。騒いできた。カルナ、いい狙いだよ。いや、今だ。疾風陣スリットエッジ。どうだ。連携の時間よ。迅速な。このぐらい主力。おお、やるな。やってやるか。今だ。ファミッチ、次が来たぞ。モラドブレイカー。オーカーランバー。今だ。はは、心が騒いできた。どうだ。天地くらえ。復興弾疾風陣引っ込め。カルナ決めるわ。アフギー主力任せて。決まったね。昔を思い出すな。カルナ、バトルゾーン。心が騒いやった。シュルク、
ここが最果て村の入り口だ。へえ、あの奥にノポン族が詰まってる木があるのか。あ、鳥の人だもん。お帰りなさいなんだもん。村長と話がしたい。通してくれるか。お安い御用だもん。村長の元に案内しよう。さ、ついてこい。
いっぱいだもん。ホムホム触っていいかも。ホムホムかじっていいかも。ホムホムまずいらしいもん。ホムホム怒ると怖いらしいもん。ノポン族、最果て村の者どもに告げる。メリア・エンシェントが再び来訪した。村長と話を所望する。オサよ、姿を見せられ。メリアだもん。鳥の人だもん。メリアが帰ってきたもん。鳥の人が帰ってきたもん。鳥の人？これはメリア様、お早いお帰りで。守備よく行きましたかも。もしやお月の方々は。巨神の血肉へと帰った。私を逃すために。いや、今はその話をしに来たわけではない。ここにいるホムス、シルクたちの願いを聞き届けてもらえぬだろうか。そのホムホムの願いですかも。エルト会にあげてやってほしい。それは構いませんが、メリア様はどうなされるのですじゃも。私はこの地でやらねばならぬことがある。この者たちをエルト会にあげたら再び出立する。あの子、何か抱え込んでるみたいだけど。こんな場所で一人行き倒れていたんだ。何らかの事情があることに間違いはないな。放っておけないよ。追いかけよう。
いはい。
メリア、一緒に来てくれるんじゃないのかい？メリア、君は一人なのかい？仲間は？あれは私の手で倒さねばならぬ。それが死んでいった者たちへの供養なのだ。傷？そうか、あいつは傷を癒しているのか。彼女から受けた傷を。あ、彼女に受けた傷。まさか君が倒すべき相手ってテレシア？なぜそなたがテレシアを知っておる？さっきエーテル結晶を取りに行った時に襲われたんだ、そのテレシアってやつに。まあなんとか倒せたけどね。テレシアを倒しただと？そなた何者だ？モナド、その剣でテレシアを。彼は分身って言ってた。本体はこの原生林のどこかで傷を癒しているって。君なんだろ、テレシアに傷を負わせたのは。メリア、我が祖国から逃れ出た奴を追って、私はこの地に来た。奴は野放しにできぬ。我々やこの地で暮らすノポンのためにもな。メリア、その役目、僕らにも手伝わせてくれないか？同情か？違う。ならば哀れみか？そうじゃない。ただ…ただなんだ。奥歯に物が挟まったような物言いは好きではない。君を助けたいんだ。なぜそこまでする？そなたには私を助ける理由がない。僕は見たんだ。黒い高い塔の頂で、僕は君と一緒に戦っていた。あの顔つきの鬼神兵と
そして君が巨大なテレシアと対峙している姿も見た。なるほど、そういうことか。シュルク、そなたが何を言っているのかさっぱりわからぬ。シュルクはさ、見えるんだよ、未来が。未来が見えるだと？よまいごとを申すな。信じる信じないは勝手さ。って前にも誰かにこんなこと言ったよな、俺。私よ。ああ、そうか。まあとにかくだ、俺たちはシュルクのビジョンの力に導かれてここまで来た。ビジョンにあんたが出てきたってんなら、あんたは俺らにとってきっと重要な存在なんだろうな。あの顔つきとの戦いの場にいたってんならなおさらだ。この話乗るぜ、俺も乗ろう。女性を一人で戦場に行かせるような野郎はクズだ。ちょっと待ってくれ、私は私の力でテレシアを撃たねばならない。女性を受けるわけにはいかぬ。メディア様、失礼ながら聞かせてもらいましたじゃも。この者たちのせっかくの申し出、良いではありませんかも。ことは我らの生活にとどまらず、このマクナ全体にも影響しますじゃも。ここは我らがノポンの勇者も共に行かせますじゃも。しかし村尾さん、お供がホムホムだけではいささか心もとないですからも。さっきから黙って聞いてればなんつう言い草だよ。ノポンの勇者には下で引き合わせますじゃも。わしは先に下に降りていますじゃも。ではごめんですじゃも。なんだよノポンの勇者って、うっさんくせえな。まあそう言わずに行ってみようよ。お待ちしておりましたじゃも。勇者、息を呼べじゃも。そら行け。
話を聞くに、これから俺たちが相手をするのはその親玉みたいなもんだろう。お前ら一瞬たりとも気を抜くなよ。はい、元よりそのつもりだぜ。それとメリアはエルト会への大事な道案内人だ。その案内人の身に何かありでもしたら寝覚めが悪い。目的はただ達成すればいいってもんじゃない。そこんとこも忘れるなよ。ありますじゃも。では本邦の方々頼みましたも。お供のみんなよく聞くも。大恐竜はすんごく強いんだも。準備しっかり、リキの装備もしっかりが大事も。君の分も装備を用意しろってこと？その通りだも。お前賢いも。準備できたら出発はそれからだもん。なんかすげえずうずうしいやつだな。テレシアの情報もすんごく強いもんだけじゃねえか。なんか押し付けられた感がするのは気のせいかしら。これで準備バッチリも。じゃあお供のみんな出発するも。で、どこにテレシアがいるか分かってるんだろうな。もちろんも。メリアちゃん、大恐竜傷つけたって言ってたも。ああ、
ほんの少しだが。傷ついた大恐竜はエーテル結晶のとこで休むらしいもん。だからエーテル結晶を探せばきっと大恐竜もいるはずだもん。これドンガが言ってたから間違いないもん。ちっとはマシな情報を持ってるじゃねえか。んじゃエーテル結晶を片っ端から回ろうぜ。リキ、君はなんで勇者になったの？ドンガが選んでくれたんだもん。選ばれた？生まれた時からの宿命とかじゃなくて？違うもん、ドンガの勘だもん。勘？なんで驚くも？勘が当たるから預言者だもん。なるほど、勇者だの英雄だのってのはそうやって生まれるものかもしれんな。でも、こんな小さな子を勇者に選ぶだなんて。キキ、村に借りがいっぱいあるんだもん。でも、大恐竜を退治すれば全部なくしてもらう約束なんだもん。だから、勇者に選ばれたことは嫌じゃないんだもん。
はいはい。見ててくれた？トーリャ！よく来たも。何を選ぶも？ここにいるも。は俺たちのペースに。
解だ。見えた。ダンバン、いい音だね。じゃあ俺が抑える。そこ、トア、それに続け。疾風陣、止め。カルナ、決めるわ。次、シルク、任せね。どうだ、頼りにしてるわ。どうだ、心が騒いできた。今だ。もうさ、俺たちの勝ちだな。気を抜かずに進みましょう。この調子で行こう。俺もまだまだやれそうだな。疾風陣、どうだ。いや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 った。シュルク、会心の攻撃だな。やってやるさ。スパタレ、ジャストラジン、どうだ。やっと楽しくなってきたわね。ここで満足するなよ。昔の感覚が戻ってきたか。英雄復活かしら。ダンバ、心が騒いできた。なんとか勝てそうだ。シュルク、どうだ。もうストリームエース。やった。シュルク、会心の攻撃だな。やってやる。結果制だ。決めるわ。今度は僕の番だ。どうだ。援護は任せてよね。どうだ。手をつけ。このように、スリッチ、このように、サンダーバレット、ファミッチ、とウォーカー。今だ。銃の撃ち方を教えてよ。ほう、つまりケニーは飽きたと、そういうことか。いえ、違いますよ、ダンバンさん。ダンバン、その辺で許してあげたら。とりゃ、貴様の相手は俺だ。い
断は禁物だ。やっ、昔の改革が戻ってきたか。今度は僕の番だ。決まったね。共に勝てる心情悪くない。シャノワイどうだ。やったりが、スリットエッジ、やった。スルク、対人の攻撃だな。やってやるさ。ドリームキャッチ。僕できるのか。疾風陣鉄鋼マンダー。どうだ。マナーだ。負けられないよ。俺と戦うぜ。エアスラッシュ、スリットエッジ。最近補脚と、スイッハッスイッチ、やつらスイッチ、ごめん、ごめん、おらい今だ、スイッチ、この世に、これなら、黙れ、この世に、行くさ道、オーカー、やんだ。愛人ホッ、ようやく足並みが揃ってきた。今頃気づいたのかしら、ダンバー。ヒートパイロン、私の感覚が戻ってきたか。英雄復活かしら、ダンバー。今だ、バトルゾーン。心が破壊に集中しろ。騒いできた。ドリームエッジ、どうだ。油断は禁物だ。ああ、ごめん、私に先に。ライトヒール、そこ、ダンバン、すごい、これが抑える。そこ、は、今なやれそうだ。疾風陣、そこ、そう、鉄鋼弾、はぁ、どうだ。この程度の危機は、手を取らない。モナドの力だと。うわぁ、みんなの力を一つに。え、シュク、どうだ。ここまで苦戦するとはな。ままじゃまずいよね。一度戻った方がいいかもね。
回転送拳と鉄鋼弾と今ならやれそうだ。モナロの力バトルと心が騒いできた。スリットエッジそこいや当たれバトルスラッシュ到来はどうだ今なら連携できる。アルスが一体見せてやるとするか。このレベルの敵に遅れは取るまい。この調子で行こう。この調子で突っ走りましょう。どうだ今なら連携できる。今ならやれそうだ。アンドを対見せてやるとするか。いくつパミッチモナロの力だった。何が追ってきたよ。回転砲却そこ騒いできた。天地剣スリットエッジ俺たちの勝ちだな。この調子で突っ走りましょう。やったね。